一般社団法人遊戯産業健全化推進機構はパチンコ店に関する日本の一般社団法人略称はアズドピー2006年設立もともとはパチンコ店の業界団体である全日本遊戯事業共同組合連合会がパチンコパチスロ台の不正改造問題に対応することを目的にメーカー反社側の業界団体などと共同で立ち上げた 組織である。具体的には各パチンコ店から不正改造された機器を設置、使用しない抜き打ちでの立ち入り検査を無制限に受け入れる、胸の誓約書を事前に提出させた上で機構側から認定書を交付するほか、機構のホームページで誓約書を提出している店舗一覧を掲示する。その上で定期的に店舗へ抜き打ちでの立ち入り検査を行い、 不正改造された機器を発見した場合や、立ち入り検査を拒否した場合などは認定証を剥奪するほか、店舗一覧への掲示も取りやめる。さらに、メーカー、反社側が認定証を持たない店舗へのパチンコパチスロ台の販売を一切行わないとすることで、認定証を剥奪された店舗は、以後信頼の導入が実質的に困難になり、営業を継続できなくなるという形で、 取り締まりの実効性を確保するという方式を取っている。2007年4月から機構による立ち入り検査が行われており、実際に検査の結果警察へ通報逮捕に至った事例も出ている。設立当初はパチンコパチスロ台の不正改造のみを取り締まっていたが、2011年からは新たに係数機の不正に関する検査も開始。2015年からは パチンコ台の不正なく議調整に関する検査も実施している。前述のように、本機構の本格稼働以後は機構への制約書の提出を行わないと、パチンコ店の開業が事実上困難となったことから、パチンコ業界関係者やメディアにおいては、機構ホームページの店舗一覧が、新店舗に関する情報が、いち早く掲載される場所として注目されている。また逆に、 店舗一覧から情報が抹消された場合は閉店した可能性が高いと判断されることもある。実際にニュースソースとして店舗一覧を用いているメディアも少なくない。ありがとうございます。